私どもあの統合データベースの中で結局のヘルスインフォメーションというカテゴリーの支援を受けてまいりました。で今回の新しいプロジェクトではこのカテゴリーにケグネットワークというものを追加します。でそれがまあどういうものであるかということをご紹介させていただきます。まず背景としまして、その結局全体ではですね、今すでに5000種を超える生物、全ゲノム配列が決められた生物種を集めてにアノテーションを施してそれを再構築して提供するという、まあ、そういうことをやっておりますけれども、その中でこの人というのは1つの生物種に過ぎない、5000分の1に過ぎないわけですね。でしかしながらその疾患を理解するとか、あるいは医薬品の作用、副作用を理解するためにはそのバリアントですね、人の遺伝子、人ゲノムをもっと細かく見ていく必要があるわけです。で、まあ、そういう観点でこのバリアントというものをきちんと区別した観点で、まあ、特にそのネットワークレベルですね、まあ、パスウェイレベルの情報を蓄積して、それをその例えばこのクリニカルシークエンスという個人ゲノムの解析などで有効に使ってもらえられるようなリソースを開発しようというのが背景であります。でこれ今あるケグパスウェイ、疾患パスウェイのネットワーク、これここにある田辺さんが作られているパスウェイマップですけれども、まあ、この中でこれに赤く書かれているところがまさに実はバリアントなんですね、遺伝子バリアントなんですが、ただこのパスウェイマップの上でこれをクリックすると普通の正常遺伝子と遺伝子エントリーが出てきますし、それからこのこういうその、まあ、こういうのは当然、まあ、まあ当然といいますか、こういう薬のターゲットになっているわけですけれども、そういう関係もこのパスウェイマップの上では表現されていないという問題点がありました。でそこでまあこのケグネットワークってこういうエントリーになるんですけれども、あの、まあ、ちょっと細かくて見にくいかもしれませんけど、今のこのこの、これはマップ系のシグナリングのところを、まあ、こういうふうに書いてあるんですけど、この中でそのバリアント、遺伝子バリアントというものが一つのノードとして出てくるような形で、情報を集めています。でただこれはあくまでもケグネットぐらいのやり方と同じでパブリケーションベースと論文に報告されているものをあのこういうネットワークとして表現するということをやっています。で、まあ、これは12月1日に公開予定です。でその実際バリアントのエントリーの方はどうなっているかと、まあ、これはケグバリアントという名前にしてますけれども、あの、まあ、これはあくまでも現在ではそのネットワークの付属的なデータベースでありまして、その中身を見ると、まあ、この重要なのは例えば、まあ、ここにちょっとありますけど、まあ、クリンバーだとか DD スネットとかいうその外部のバリアントのデータベースに対してリンクをつけると、逆に言うとそのクリニカルシークエンスデータでクリンバーとか DD スネットのアノテーションがつけば、それをもとにケグのネットワークに入ってきて、でケグ全体のリソースにつながるという、まあ、そういう道筋を考えています。で、ネットワークのノードとエッジですけれども、まあ、ノードはまあ、これは人に今限定していますので、人の遺伝子かそのバリアント、さらにはそのこうまあパータグマントという言い方をしていますけれども、まあウイルスをはじめとした病原体の遺伝子だったり、それからまあがんの場合は特にカルシノジェンとかですね、そういうものだったり、それからまあ薬も一つのパータグマントという見方で、まあネットワークの構成要素、そういうものの関係を蓄積しているわけですね。で、エッジの方はまあ、ちょっとこの辺はまた変わる可能性があるんですけれども、まあ、シグナリング、まあ、現状でこのシグナリングが中心なんですけれども、まあ、いくつかのこういう記号 で表現してますけど、まあ、こういうものは従来の KGML だとか、あるいは JSON とかそういう形でも提供していく予定です。で このネットワーク開発の初年度はまあ、がんに特化した開発をしようということで、まあ、これは田辺さんがこのポスター35番で発表していますけれども、すでにこの花さんマイバーグでそのホールマークオブキャンサーという言葉がありますけれども、まあ、がん細胞に非常に特徴的な特徴があるわけですね。でそれとシグナリングネットワークとの関係が、まあ、おそらく、まあ、非常にはっきりしているのもありますし、今のちょっと関連していると思われるのもいろいろあります。で、ですので、その遺伝子のバリアントをこのネットワークに
つないで、さらにその段のこのソフトバンクソフトキャンサーというところにつないでいこうという、まあ、そういう考え方でデータの蓄積をやってきています。でこのポスターのところで会場で実はデモしたかったんですけど、なんかね、ネット感覚つながらなかったというので、ちょっと今急遽これをここでやってみたいと思うんですけれども、まあ、ここにこういう具合にそのいろんなシグナリングの経路が出ていますけれども、ここにあるこのこれマップ経ですけれども、マップ経のネットワークというのはこういうふうに表現されてまして、そのまあレファランスといっているすでに正常パスウェイで出てくるようなこう緑であるものがレファランスのネットワーク、まあ、ネットワークエレメントということを言い方します。それから赤い部分が入っているのがそのバリアントの遺伝子で、ちょっとここにありませんけどウイルスとかそういう遺伝子もこのネットワークにパートレーションを与えるようなものは加えていくと。でここで、このアライメントのモードをイエスとするとですね、ここの今の場合この ERK というマップ K ですけども、ここをもとにこういうふうにアライメントをするという表示になりますし、さらにここのこれはいろんながんに関連したネットワークを集めてますので、このキャンサータイプというところをクリックすると、ここに今カラーコードで出てきますけれど、まあ、一番左の GUS これの脳腫瘍で、一番右のこのライトグリーンのところはその肺がんなんですね。で、まあ、こういうふうにいつかこういうふうな表示ができると。それからこの例の中でちょっと下の方に今の肺がんをちょっと取り直しますと、これ今こういうふうにこの緑がずらっと、あ、ごめんなさい、ちょっと遅いかな。でこれにアライメントイエスを入れると、このこういうふうに肺がんのに関連しているそのネットワークエレメントが出てくる。で全てはバリアントを含むものです。でこれ見ていただくと、ここからはちょっと元のスライドに戻りますけれども、少し飛ばしまして、今見ているのはここのところなんですが、肺がん特有のバリアントもあれば、まあ、他のギャンプも、まあ、共通で見られるようなバリアントも、まあまあ、これ当然ですけれども、いろいろある。 でこれを、まあ、特にこの、まあ、このケースは今ここに挙げているケースはこれ AGR リセプターのバリアント、それからこれはアルクの融合遺伝子、これは BCR-ABL の白血病の方の、融合遺伝子ですけれども、まあ、こういうのは非常によく知られた薬があるわけですね。で、その薬との、関係を示しましたのが、まあ、このスライドなんですけれども、これ EGFR の、ミューテーションに対する、このギャフィチニンとか、まあ、第一世代の第一次関連性インヒビターと、それからまあ、これにその耐性が出てきた時の後の、例えばマウスメトリニっていう、トラックリジスタントなやつがに対する薬も出てきてるわけですね。ですから、まあ、我々のそのバリアントの定義においても、まあ、この辺の違いを区別すると。それから先ほどちょっとちゃんと言い忘れましたけれども、我々のバリアントを定義は、例えば EGFR ミューテーションといっても一つの変異だけというよりは、むしろその、この例えば肺がんに関係するものであれば、その他のものをまとめたあるいはグルーピングをやるという立場で、ファンクショナルに同じものであればグルーピングやる、ですから複数のプリンバルと複数の GBS に対応するという、まあ、そういう集め方をやっています。でこちらの方は、グリベック第一世代のグリベックと、それあごめんなさい、これ EML ですので、このザークリですね、グリザキニブと、それに耐性の出てきたこのドラッグレジスタントに対する薬、それからここに書いてありませんけど、そのヘマチニブとそれに対応するような耐性で出てきたものに対する
薬とかの関係、まあ、そういったものも薬とバリアントの関係ということでケビのネットワークの中に入れていきます。ですから、セグナリングネットワークと同時に薬による薬との関係、あるいはそのウイルス遺伝子との関係、そういったものが、局の全ネットワークの全体の中に入っていくという、まあ、そういうイメージです。で、まあ、これは開発計画なんですけれども、まあ、今年度は先ほど申し上げたとおりなんで、まあ、先の方ちょっと、まあ、順番これ変わる可能性ありますけども、今考えているのはこのウイルス感染症というのを次のターゲットにした。でこれがその当然がんにも非常に関わっておりますし、それからまあ免疫系も非常に深く関わっていますので、まあ、多少今そういうデータも入っているんですけれども、まあ、これはカプシサルコマのウイルスのインフェクションの時にこれトグラクリセプターにそのバイラルミミクリーという言葉がありますけども、そのウイルスの遺伝子がなんかその一人遺伝子とちょっと似たようなことをやるというようなことがいろいろ知られていますので、まあ、そういうものを中心に、それから、まあ、これは非常にやりやすいデータなんですけれども、先天性の代謝異常疾患とか薬物代謝と書きましたけれども、まあ、ある遺伝子が、ジャンラインのミューテーションで、ある酵素がなくなったために、遺伝子になるというのがたくさん知られてますし、まあ、すでにそういうデータも結構中にたくさん入ってるんですけれども、それをネットワークとして表現する。から同様にこの薬物代謝の方もそうですけども、疾病に対する遺伝子多系ということで、まあ、いろいろその薬の、プアメタボライザーとかそういった方たちがおられるわけですけれども、そういう情報もこれもすでに結構の中に結構たくさん入っているんですけども、それもネットワークとして集めて表現し直すと、そういうことでその、ね、今まで、結局のディジーズとかドラッグ、それからそのパスウェイに入っていたようなデータを、まあ、結局のネットワークという表現で、まあ、全体的に一元的に管理できるような形にしていきたいと思っています。先ほど申し上げました通り12月1日に最初のバージョンを公開します。で、まあ、もうちょっとで今いろんなツールをもう少し開発したいと思っていますので、まあ、それをある程度やってから公開としたいと思います。それからこれコンバイオで MBBC が主催されるデモに参加して、そこでこのデモもやりたいと思います。それからこの一番下にありますのが、この入り口にポスターがありますけれども、我々が NPO として連携して開催しているシンポジウムがありますので、まあ、できたらここでもそういうテクネットワークのデモとかをやりたいと思っております。以上です。どうもありがとうございました。